百州武道具店の動画。こんにちは、百州武道具店のうがです。おー、やってますか。今日はね、試合が苦手な人集まってほしい、見てほしい。今日は必ずみんなが試合に勝てる方法やってきます。まず安心してほしいのは、試合に負けたからって怒る先生はいないから。試合に負けたから怒られるんじゃなくて、試合の内容に問題があったから怒られるってことは、これは大きい違いだからね。試合に負けても大丈夫だから、これから良くなっていけばいいから、まず安心して聞いてください。まあ、よっぽどね、試合慣れしてる子は別として、普通の小学生とか中学生だったら、まずこういうことがあると思うんですよ。緊張しちゃう。声が出にくくなっちゃう。相手が見えなくなる。相手の動きが全く見えない。怖い。一本打たれたらどうしよう。格好悪いと思っちゃう。普段通りの剣道ができない。後ろにズルズル下がっちゃう。当たらない。相手が遠い。自信が試合の途中でなくなっちゃう。姿勢も悪くなってるけど、そんなことに気がついてない。こういうことないですか？そんなあなたにもう最適な話があるんで、これ聞いてください。ついこの間の日曜日、本当にあった出来事です。明日は試合だというのに、私の通う道場にある中学生の女の子 A さんが稽古に来てました。 A さんは中学から剣道を始めて今2年生。もっと上手くなりたいと部活動の他に近所の道場に通っています。稽古が終わって先生方に挨拶をしています。ありがとうございました。横である先生が A さんに話していることが聞こえてきました。 A さんね、明日試合だよね。絶対勝てる方法を教えてあげます。はい、お願いします。 A さんは期待している様子。明日はね、絶対に相手に気迫で負けてはいけません。で、それだけかいって突っ込みそうになりました。具体的な打ち方のアドバイスはありません。技のアドバイスもありません。試合運びのアドバイスもありません。やっぱり昔の先生なのかな。本当に気迫だけで絶対に勝てるなんて約束していいのかなと横で聞いてて思いました。その翌日、大会の日、すごいことが起こってしまいました。 A さんのチームが本当に優勝してしまったのです。一体何があったのでしょうか。中学生女子の試合は3人制だったのですが、 A さんのチームは3人とも中学から剣道を始めた子ばかりでした。当然他のチームや隣の市から来たチームなどは小学生の頃から習っている子がたくさんいます。決してレベルは低くありません。そんな中、どうして中学から始めた3人組が勝ってしまったのでしょうか。1回戦が始まった時、その謎が解けました。先方の子は最初から元気いっぱい、中堅の子はまだ緊張して動きが硬いです。大将の A さんは少し動きも硬いけど、相手以上に大きな声で自分からどんどん攻めていってました。ん？もしかして A さん、昨日の先生のアドバイスの通り気迫で相手に勝ってる？すごくいい勝ち方だ、私は思いました。2回戦が始まりました。相手はシードされていた強豪校。先方はこれまた元気いっぱい、中堅は少し動きがこなれてきました。大将の A さんは今回も気迫で勝っています。次は3回戦。このあたりからちょっとチームの雰囲気が変わってきました。 A さんの気迫が先方と中堅のチームメートに移ってきたのです。私たち今日やれるかも。そのまま3回戦も突破しました。4回戦、準決勝の相手は強かったです。 A さんの相手の子は明らかに小学校の頃からやっています。まっすぐ入ってきてまっすぐ打つ面を持っています。それでも A さんは気迫で負けません。相手よりも大きい声、怖いけど自分からどんどん前に攻めていってました。最後は代表戦までもつれましたが、それでも A さんが気迫で一本をもぎ取りました。自分でも信じられないといった雰囲気に、はためから見てもチームが一丸となってました。実はこの段階まで先方と中堅の子はずっと一本が取れず引き分けできてました。しかし決勝へ来てこの二人にも火がつきます。3人とも完全に集中しています。このままいったら私たちとんでもないことになる。 A さんのチームの勢いが止まらないのです。先方と中堅の子も次は私が取ると心に決めていました。いよいよ決勝戦です。第1試合場で男子の決勝、第2試合場で女子の決勝が始まりました。会場中が静まり返る中、試合開始の声がかかりました。先方、技術では負ける相手に対し気迫で勝ってます。相手がずるずる下がるぐらいこちらから攻めていきました。引き分け。中堅、これまで緊張で硬かった中堅の子が完
璧なコテを2本奪い取ります。2本勝ち。3人制の試合で2本勝ちがいかに大きいことか、自分でも信じられないといった様子でしたが、文句なしのコテ2本でした。大将 A さん、相手も強い、残念ながら1本取られて負けてはしまいましたが、よく食らいつきました。気迫では勝ってました。結果1勝1敗本数勝ちで A さんチームの優勝。もちろん3人とも人生初の団体優勝です。もう涙が止まりません。表彰式が始まりました。優勝 A さんのチーム、一歩前に出て並んでください。表彰状、〇〇中学 A チーム、あなたはとお約束の文章が大会会長から読まれます。 A さんが表彰状を受け取りました。中堅の子が優勝カップを受け取りました。先方の子も出てきて、みんなで優勝メダルを受け取りました。その目には涙が溢れていました。あれ？よく見ると表彰状を読み上げている大会会長まで目が真っ赤で潤んでるじゃないですか。なぜかって、実はその大会会長こそが試合の前日に稽古の後に A さんに絶対に勝てる方法をアドバイスした本人だったからです。気迫で相手に負けるな。A さんがそのアドバイスを最初は一人で実践し、それがチーム全体に伝染し、チームの勢いが止まらなくなり、そのまま優勝してしまったお話でした。本当に先週の日曜日にあった、もう本当の話ですよ。気迫で相手に勝つことがどうしてそんなに試合運びで大事なのか、試合の心構えとか、そういったところのお話をこれからしていきます。このビデオを見ると、今みたいにね、試合のたびに緊張する、相手が遠く見える、声が出づらい、打っても当たりそうな気がしないとかね、そういう気持ちが楽になると思います。だから、これを改善したい人、直したい人は、まず見てください。まず、剣道の試合っていうのはね、普段蓄えてきたこの力を実際の場で通用するかっていうのを自分一人で、誰も助けてくれないよ、自分一人で試す場所なんだよね。だからその試合のためだけに特別その卑怯な技をやってやろうとかっていうのは、実際にやるっていうのはその考え自体がもうかっこ悪い、ダサいんだよね。剣道やってる人からするとその考えがもうダサいわけ。昔の人はこういう卑怯な勝ち方のことを恥ずべき勝ちと言ってました。正々堂々やるのは分かりました。じゃあ試合の中で何が一番大事ですか。これはズバリ試合の主導権をこちらが握るってことなんです。主導権を握るっていうことはこっちのペースで試合を進められるってこと。それは何かというと、必ず先の気持ち、これまた別のビデオでやりたいんですけど、必ずこちらから先に、常にこちらから、常にです、常にこちらから攻め続けるっていうことですね。試合の苦手な子によくあるのが、自分から打っていくと、打たれると怖いから、待ってるの。みんな待ってるの。待ってて、出てくるところをコテ打ってやろうとか、出てくるところ、待ってるところを胴抜いてやろうとか、こうやって全部待ってるの。これは、試合で負け負けパターンです。主導権を握れてない。試合運びが上手な子、試合で主導権を取れる子っていうのは、これなんです。これ。今年の干支、イノシシ。イノシシみたいに自分からガンガン突進していく。もう小さいこうエネルギーの塊みたいで自分からどんどん突進していく。これが主導権を握るんです。そうすると相手の動きがよく見えるから、びっくりするがよく見える。で、自分のペースで試合を運べると。まずはこれ一番大事。じゃあ反対に主導権を取れてない時はどうなるか。相手が主導権を持ってます。相手がどんどんイノシシのように突進してくる。こっちはどうなるか。エビになっちゃうんですよ。エビになる。どんどんこう下がる。狭い水槽の中、試合場の中、どんどんこう隅まで下がって、逃げて下がって、ついには出ちゃうの。場外反則1回。これじゃ試合には勝てません。エビじゃ試合に勝てないんです。みんなイノシシになってほしい。前に自分から行く。イノシシになって相手がエビ。そうすると自分のペースで試合を運ぶことができるんです。まずはこれが一番大事。でもイノシシになるっていうのはね、すごい勇気がいることなんですよ。勇気がいるの。だって怖いから逃げて受けてエビみたいに下がってる方が楽なんですよ。でもそれだと試合に勝てない。勝ちたかったら怖いけど勇気を出してイノシシみたいに前に出る。突進していく。じゃあ質問です。言われたようにイノシシになって自分から攻めて撃たれてしまいました。どうしたらいいですか。これは諦めてください。相手の方が一枚上だった、うまかった、それだけのことです。それを持ち帰って稽古すればいいんです。
自分から攻めて攻めて千の木ぐらいで攻めて攻めて、それでも打たれた、それは諦めてください。でも攻めて攻めて負けたで怒る先生なんていないから、いない。下がって下がって怒る先生めちゃくちゃいる。でも自分から攻めて攻めてやったら、それは実力出したことだから、絶対怒る先生なんていないから、安心してイノシシになってください。みんなでイノシシになろう。まず一番目は構えを崩さないってことなんです。イノシシもそうでしょ、まっすぐまっすぐ整体してそのままドーンって突っ込んでくるでしょ。イノシシがへーって変な格好で突っ込んできたりしないでしょ。まっすぐ構える。そして怖いけど牽制も必ず相手の方に向けとく、相手の胸元を向けとく。怖いからってこう上の方向いてこうなんない。怖い時こそまっすぐ構えとく。次は相手の目をずーっと試合中見ておくってことなんですよ。イノシシそうでしょ、あっちの山は綺麗だなーって関係ないとこ見ながらこう突っ込んできたりしないでしょ。相手の方をずーっと見とく、打った後も見とく、つばぜり合いの時も見とく、当たんなくてもすぐ見とく。常に見とくと相手が見えるようになってくるんです。これが目、絶対離さない。試合中絶対相手から目を離さない。で最後は下がらないってこと。俺はイノシシだ、エビじゃない、絶対下がらない。イノシシだ、自分から前に前に行くんだってやってると、このビデオの最初にお話しした試合の時に緊張するとか相手が見えなくなるとか当たる自信がなくなるとか、そういうのがねだんだんなくなってくるの。こっちのペースで試合を運べる、主導権を取ることができるんです。絶対下がっちゃダメ、自分から前に出る。じゃあもうこの動画の最後ですけども、試合の中ではイノシシみたいになって自分からどん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 攻めていく方が勝つんだ、形が崩さない、自分から前に攻める、そういう方が強いんだ、ここまでは分かりました。じゃあ実際はどうすればいいんですか。これは普段の稽古の中でイノシシになるような稽古をしないとできないんです。じゃあ稽古についてですね、稽古には特に上の先生にかかっていく、上の先生にかかっていく稽古は2つあると思ってください。2種類ある。1つは昔ながらの地獄コースですね。ちょっと名前悪いんだけど分かりやすくするためにね、地獄、もう苦しいから地獄なんですよ、地獄コースで、もう一つは今時の天国コース。じゃあまずは昔風の地獄コースの稽古からですね。これはどういう稽古かというと、先生上立ってくれました、そうすると自分からもう後のこと考えないで全部その瞬間に出し切るんです。もう何本でも開けてくれるとこ打ってく打ってく、そうするともう腕が上がらなくなります、声も出ないです、息も続かない、肩も上がらない。そうした時もうダメだって思った時に、自然に力の抜けた一本がスパーンと出るんですよ。先生はそれを分かってて、その一本を引き出そうとしてやってくれてるんです。これはもう頭使わなくて体で反応する一本、これが昔ながらの地獄コースの稽古ですね。じゃあ反対に今時の天国コースの稽古どうかっていうと、さあ上野先生立ち上がってくれました、何をするか、試合感覚で互角稽古始めるの、かわしたり当てっこ、これはもうゲーム感覚で楽しい、面白い、疲れない、いいのよ。でも必ずこの天国コースの稽古っていうのはスランプが来ます、伸び悩む時が来るんですよ。一見試合稽古やってるような天国コースの今時の稽古、これは実は地獄コースなんですよ、途中で伸びなくなるから。で反対に昔ながらの苦しい稽古、地獄コースだと思ってた稽古、それこそが無心で体で反応して打てるように伸びる、自力がつく、これこそが天国コースなんです。逆なんだよね。じゃあね、今試合に勝てなくなっちゃった人、スランプの人に聞きたいですよ、質問。今天国コースと地獄コースとどっちの稽古やってますか、上野先生に対して。多分間違いなく天国コースの稽古ばっかりやってるんですよ。大人の人でもねよく言います、もう考えすぎて分かんなくなったらかかり稽古やりなさい、そうすると次は見えるから。同じ、もう自ら苦しいの分かってるんだけど地獄コースに足突っ込んでどんどん上野先生かかっていってください。そうすれば疲れた後もう動けないってなった後に無心の体が反応して打つような技を先生が引き出してくれるから、実は苦しく見えてそっちこそが天国コースだったんです。じゃあ今日のまとめですね、試合に勝ちたかったら
自分がその試合の主導権を握る、そのためには構えを崩さない、目を離さない、そして自分からイノシシになって前に前に先を取って攻めていく、そしてそれができるようになるためには普段の稽古から上の先生に互角稽古じゃなくて苦しい稽古、かかっていく稽古をどん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 やっていく、そうすると体がこなれてもうダメだと思った時に無心の一本が出ます。それが試合で出る無心の一本なんです。今日はこの辺りでご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日を。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。